お誕生日にこうして先生と一緒にいられるだなんて、幸せすぎてなんだか後で罰が下ってしまわないか心配です。少しお話を聞いていかれませんか？フラチなことはダメですよ。私の祈りが先生を守ってくれますように。辛い時は私に頼ってくださっても良いのですよ、先生でしたら。いえ、きっと大丈夫です。フラチなことはダメですよ。来ていただいてありがとうございます、先生。はい、先生のことを祈っておりました。このように静かな場所はお祈りにぴったりです。祈っているはずの私の心もまるで現れていくようで、先生がこれまで積み上げてきた道、そしてこれから選ばれる道、そこにどうかできるだけ多くの平和と幸せがありますように。え、自分のことも祈らないのですか？それは、いえ、大丈夫なんです。先生が幸せでしたら私も幸せですので、つまりこれは私たちのための祈りなのかもしれません。